火の鳥、ストラビンスキー、火の鳥、火の鳥、フツ、エル、オイゼアウデ、フ、ロ、は、イーゴリ・ストラビンスキーが作曲した、ロシアの民話に基づく一幕二話のバレエ音楽、およびそれに基づくバレエ作品。音楽は、リムスキーイコール・コルサコフに検定された。オリジナルのバレエ音楽と三種類の組曲があり、オーケストレーションが大幅に異なる。 組曲版では一部曲名が異なる部分もある。セルゲイ・ディアギレフの依頼によって作曲された。ディアギレフは1910年のシーズン向けの新作として、この題材によるバレエの上演を思いついた。最初、ニコライ・ジェレプニンが作曲を担当したが、不明な理由によって手を引いた。魔法にかけられた王国作品39、1912年出版の一部に、この時に、 ジェレプニンが作曲した音楽が含まれる。ついで、アナトーリー・レアドフに作曲を依頼したものの、レアドフの性格もあって作品が出来上がることはなかった。レアドフの態度に豪を煮やしたディアギレフは、一人の若手作曲家、すなわち、ストラビンスキーのことを思い出した。ディアギレフは、初期作、花火初演に立ち会って、以来の仲だったストラビンスキーに作曲を依頼した上で、 ミハイル・ホーキンにストラビンスキーと相談しながら、台本を作成するよう指示した。ホーキンは、指示通り、ストラビンスキーと相談しつつ、台本を仕上げ、ほどなく並行して作曲していた、ストラビンスキーも脱稿した。依頼を受けてから、半年余りであった。初演は1910年6月25日に、パリオペラ座にて、ガブリエル・ピエルネの指揮により行われた。 日本初演及び舞台上演は1954年に小牧正秀率いる小牧バレエ団と野良系による。全曲の演奏会初演は1971年に小沢政治式の日本フィルハーモニー公共楽団。ホ金による火の鳥の台本はロシアの二つの民話の組み合わせによる。一つはイワン王子と火の鳥と灰色狼で、 サーリの庭に生える黄金のリンゴの好みを食べに来る日の、トリオインザレビチ王子が捕まえようとする冒険談、もう一つは、一人でになるグースリで、不死身のカスチェイにさらわれた王女の元を王子が訪れ、王女がカスチェイを騙して、魂が卵の中にあることを聞き出す話である。本来は子供向けの話だが、大人の干渉に耐えるように大幅に手が加えられている。なお、 ストラビンスキーの死であった、ニコライ・リムスキーイコール・コルサコフも、共通の題材による、過激、不死身のカシチェイを書いている。王子イワン・ザレアビチは、火の鳥を追っているうちに夜になり、カシチェイの魔法の庭に迷い込む。黄金のリンゴの木のところに、火の鳥がいるのを、王子は見つけて捉える。火の鳥が懇願するので解放するが、その時に、火の鳥の魔法の羽を手に入れる。次に、 王子は十三人の乙女に会い、その一人と恋に落ちるが、彼女はカスチェイの魔法によって、囚われの身となってた王女、ザレブネだった。夜が明けると共にカスチェイたちが戻ってきて、いわざレビチはカスチェイの手下に捕らえられ、魔法で石に変えられようとする。絶体絶命の王子が魔法の羽を振ると、火の鳥が再び現れて、カスチェイの命が卵の中にあることを王子に告げる。 王子が卵を破壊したために、カスチェイは滅び、石にされた人々は元に戻り、王子と王女は結ばれる。1910年6月25日のパリオペラ座での、初演時のスタッフと配役は、以下の通り。演奏時間は、約48分。春の祭典や、ペトルーシュカに比べると1.5倍、近い長さである。指揮者。 エルニスト・アンセルメの勧めによって作られたと言われている。この版は最も演奏の機会が少ない。他の組曲と異なり、カスチーイチ等の凶悪な踊りで、組曲が閉じられる。そのため、演奏者独自の判断により、他の版と合成して、子守歌、終曲を付け加えて演奏する指揮者もいる。数字は、全曲版での該当部分を表す。手な楽の編成と、 規模から、実演では最も演奏機会の多い版である。魔王カスチェイの凶悪な踊りでの有名なトロンボームの、クリスサンドはこのバージョンで導入された。数字は、全曲版での該当部分を表すが、曲の長さが違う部分もある。助奏から、火の鳥のバリアシオンまでは、切れ目なく演奏されるが、それ以降の曲もアタッカーで演奏する指揮者が多い。魔王カスチェイの凶悪な踊りと、 コモリュータの間は、切れ目なく演奏する方法と、マオーカス・チェイの凶悪な踊りで一旦終始させる方法とがあり、どちらの方法もスコアに印刷されている。一般的には、切れ目なく演奏する事例が多いが、有名な指揮者では、レナード・バーンスタイン式、イスラエル・フィル・ハーモニー管弦楽団の演奏、ドイツ・グラムク録音が一旦終止させる方法をとっている。コモリュータと、 終局の間は切れ目なく演奏される。演奏時間は約20分。指揮者によってはこの版を非常に好むが全曲版や1919 19年版組曲に比べると演奏機会が多いとは言えない。その原因の一つはストラビンスキーが後年大きく変えた作風が如実に反映されている版となっていることにある。顕著な特徴の一つが終局の参加の 最後マイストーソの部分に見られる。全還元楽が終局の主題を繰り返す箇所で、全局版、1919年版組曲では4分音符の動きでと旋律を奏でるが、この1945年版では8分音符、または16分音符2つプラス8分9符という、途切れ途切れのドライな響きで旋律が奏でられる。組曲全体の後味を大きく変える相違点であり、 この版の評価を分ける一つの要因になっていると思われる。1945年版を用いながらも、終局の参加のみ1919 19年版の終局に差し替えて演奏する指揮者もいる。数字は全曲版での該当部分を表すが、曲の長さが違う部分もある。特にパントマイムアイ、パントマイムイーは極端に短い。パドル、スケルトと、 パントマイム3曲以外は1919 19年と同じ部分に該当するが、スコア上の各曲の題名は違っている。助奏からバリアシオンまでは切れ目なく演奏される。バリアシオンからロンドまでは切れ目なく演奏する方法と、パントマイム I、パントマイム E イ、パントマイムイーを省略し、バリアシオン、バドドゥ、スケルト、ロンドと区切りながら演奏する方法とがある。 どちらの方法もスコアに印刷されている。凶悪な踊りから終局の参加までは切れ目なく演奏する方法と一曲ずつ区切って演奏する方法とがあり、どちらの方法もスコアに印刷されている。終局の金冠群の和音の切れが印象的である。演奏時間は約28分。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。